尾崎豊尾崎豊の作品、ラストティーンエイジアピアランス。ラストティーンエイジアピアランスは、日本のシンガーソングライターである、尾崎豊の一作目のライブアルバム。副題は、ザ・ミス・オブ・ユタカオザ1987年10月21日に、CBS ソニーからリリースされた。尾崎としては、初となるライブアルバムであり、プロデューサーとして、 豊尾崎アンドハート・オブ・クラクションと記載されているほか、須藤・アキラがコップロデューサーとして参加している。本作は、尾崎による10代の活動記録の集大成として、須藤によって企画及び制作が進められ、尾崎自身は全く関与していない。10代最後となった同盟のコンサートツアーのうち、1985年11月15日の代々木オリンピックプール公演の模様収録。 当日演奏された全20曲の中から13曲が収録された。収録曲は1枚目のアルバム、17歳の地図を及び2枚目のアルバム、回帰戦を中心に、公演時にはリリースされていなかった3枚目のアルバム、壊れた扉からの収録曲からも選曲されている。オリコンチャートでは最高位2位を獲得した。小崎豊は10代最後となる。 ラストティーンエイジアピアランスと題したコンサートツアーを1985年11月1日の四日市市民文化会館から1986年1月1日の福岡国際センターに至るまで全国26都市全27公演を行った。最終日となった福岡国際センター公演終了後に尾崎は無期限活動休止宣言を発表。 同年6月に渡米した後は、マスメディアなどの媒体にも登場することがなくなった。ニューヨークに今日構えた尾崎はその後半年ほどを同地で過ごすこととなった。尾崎の渡米中、同ツアーの中から11月15日に行われた、代々木オリンピックプール第一体育館でのライブ映像を編集した、富士テレビ系、テレビ番組、 豊尾崎ラストティーンウェイジアピアランス早すぎる伝説1985.1115が1986年1月14日に放映されテレビ局やレコード会社に再放送を希望する署名が殺到し3月25日に再放送されている同年7月には全国約100カ所で新宿ルイードでのデビュー公演から 代々木オリンピックプール公演までを編集した、もっともっと早く。が、フィルムコンサートとして上映され、約20万人を動員。1987年1月に尾崎は帰国し、2月10日に、所属事務所である、マザー・エンタープライズが設立した新レコード会社である、マザーチルドレン設立と同時に、CBS ソニーから、同レコード会社へと移籍することとなった。 その後新曲やアルバムリリースがないままツリーズライニング A ストリートツアーと題したコンサートツアーを同年7月1日の茨城県民文化センターから1988年1月26日の日本武道館公演まで51都市前54公演を行う予定であった。しかし9月24日の豊橋近道福祉会館公演中に倒れ、 まともに立っていられない状態であったことから公演は延期となった。さらにその後9月28日の新潟県民会館公演ではリハーサルまでは順調に進んでいたものの、開演直前に楽屋で混沌したためすでに聴衆の入場後であったが、公演中止となり、またその後のツアーは半分以上を残したまま、全日程の中止が決定された。2日間連続公演となった。 代々木オリンピックプール第一体育館本作には1985年11月14日、15日の2日間連続となった代々木オリンピックプール公演のうち11月15日の模様が収録されている。同公演のチケットは即日完売となり2日間で3万人を動員した。俺は新しい第一歩のためにこの命をかける。それが俺の生き方だ。 笑いたい奴は笑え。俺を信じる奴つはついてこい。俺は真実を求め歩き続けるお前らを愛している。尾崎豊、1985.11、15、代々木オリンピックプール公演時の MC より、バックバンドである、ハートオブクラクションのメンバーは、時田康、江口聖章、柏原信彦、松原博田口正人、吉浦宝一、安倍強の7名。 前回のツアーまで参加していたキーボード担当の井上敦夫がハート・オブ・クラクションから脱退することとなり、またアルバムに参加したミュージシャンとの共演を望んだ尾崎の要望により、ピアノ担当として新たに柏原が参加することとなった。一曲目には10代の集結を意味して、卒業が演奏された。また本ツアーでは、尾崎の要望により音色を厚くするという意図と、 一つ一つのメロディーを丁寧に演奏するため、ピアノに加えてシンセサイザーが追加された。当日の17歳の地図演奏時の MC において、ここに集まってきてくれたお前らの中に、俺と一緒に本物の愛や真実を見つめようと歩いてゆく連中がいるならば、俺はそいつのために命を張ると発言。この発言に対し、周囲からは臭いという意見や、 命を張るという発言は右翼であるなど様々な反応が巻き起こった。尾崎は後に同ツアーに関して以下のコメントを残している。ラストティーンエイジアピアランス。最後ではなかったんだけれど、自分の意識の中では20歳を超えて次のステップに踏み出すとき、お前らどうして分かってくれなかったんだろうと考えた。時に僕はいつか必ずこの自分というものの概念や、 価値観をゼロにしてでもいいから、もう一度君たちと対等に話がしたいと思った。そのために全てを捨てたんだと思う。尾崎豊、月刊かは1990年12月号、壊れた扉からというニューアルバムを世に出す直前に行われたライブの空気感は、彼の心の陰りを色濃く出しながらも、無二のパフォーマーとしての才能を十分感じさせる。 こんなドキュメントを収録できたことを、尾崎豊に感謝している。須藤明、2001年、リーシュー版ライナーノーツより、本作は、ソニー専属の音楽プロデューサーである、須藤明によって企画され、10代の活動記録の集大成として制作された。アルバムタイトルは、田島照久が提案したものが採用された。須藤は、ザミス・オブ、豊尾崎を提案し、 サブタイトルとして採用されることとなった。しかし、尾崎豊自身はこのアルバムの発売を了承したものの当時方向性を見失ったことでうまく作品が作れずに落胆していた。そのため、クレジットにはプロデュースとして名前が載っているがミックスダウンにも立ち会わず本作には全く関与しなかった。須藤は後に本作のリリースによって 大崎の苦悩を解消させることはできず、むしろ後退させてしまったのではないかと反省の弁を述べている。本作には当日演奏された20曲のうち13曲が収録されている。未収録となった曲は、t ィーン a イジブルー、米軍キャンプ、坂の下に見えた、あの街に、スクラップアレイ、ハイスクールロックンロール、愛の消えた街、フリーズムーンの7曲。 未収録となったテイクのうち、ティーンエイジブルー、坂の下に見えた、あの街に、ハイスクールロックンロール、フリーズムーンは、ライブビデオ、ラストティーンエイジアピアランスに収録されている。また、米軍キャンプ、スクラップアレイの映像は、2005年4月23日に、NHK 総合テレビ番組、尾崎豊に会える日の中で放送されているが、DVD などには収録されていない。 1987年10月21日に CBS ソニーから LP2 枚組、CD2 枚組、CT2 本組の3形態でリリースされた。1991年5月15日に CD のみ再リリースされたほか、1992年11月21日には MD2 枚組で再リリースされた。2001年9月27日には、 限定生産品として紙ジャケット仕様で再リリースされた。2012年8月29日には完全生産限定版の CD、ボックス、リブビートボックスに収録されてリリースされた。本作の存在意義やサウンド面に対する批評家たちの評価は賛否両論となっており、音楽史別冊宝島選球音楽史は書かない。 J-POP 批評35尾崎豊フォーエバーヤングにおいてフリーライターの川田拓也は本作において尾崎は過去のライブのように日常の不満を発散させるかのような混沌としたものではなく聴衆を勇気づけ楽しませるために歌っていると主張したが同時に闇雲ない勢いやスリルは失われてもいたと述べたほかボーカルのバランスが大きく一体感と勢いに欠ける ミックスであると否定的に評価した。音楽誌、別冊宝島2559尾崎豊、フォーゲットメノットにおいて評論家の栗原雄一郎は、俺は、そいつのために命を張ると、MC した尾崎が、ラストティーンエイジアピアランスツアー終了後に無期限、活動休止となり渡米したことで、ファンの期待を裏切った状態であったことに言及し、プロデューサーであった須藤が、 もう一度みんなの前に帰ってきてほしいという意味を込めて本作を制作した事情から結果的にだが失速する穴を埋めるタイミングで発表されたことは尾崎にとっても救いだったのではないかと肯定的に評価した。オリコンチャートでは最高位2位の登場回数11回で売り上げ枚数は14.2万枚となった。1991年に リリースされた CD 版は最高位6位の登場回数37回となり、売上枚数は34.5万枚となった。尾崎の死去直後である1992年5月25日付のオリコンアルバムランキングでは6位を獲得。同日のランキングでは1位が、放熱への証、4位が、回帰戦、5位が、17歳の地図、7位が、壊れた扉から、 9位が、誕生と過去作が次々にランクインし、ベスト10内の6作を、尾崎の作品が占めることとなった。また、街路樹は14位となった。ありがとうございます。